やめろよ。いいから見せろや。やめろって言ってんだろ。お前タクコのこと好きなんだら LINE で告れ。うるさいな、返せよ。6番線急行列車発車します。危ないので下がってください。俺が送ってやるからよ、任せとけって。いいから返せ。おめえみたいな陰キャ相手にされねえか。うるさいな、いいから返せ。危ないので黄色線の内側に下がってください。いいから貸せって。俺がタキコに送ってやるや。やめろって言ってんだな。うお、下がれ。大丈夫か。あ、はいはい、無事でよかった。こちら安全確認取れました。運転再開お願いします。お兄ちゃんたちホームでじゃれ合ってたら危ないだろ。すいませんでした。あと少しでも電車を止めるのが遅かったらどうなってたと思う。線路に落ちてねえし、かすっただけだろ。おいこらてめえ、はすり傷で済むと思ってんのか。済むっしょ、引かれるわけじゃねえし。お前は人にぶつかったことあるか。当たり前だろ、いつもぶつかってるやん。ぶつかった時どうなる。相手がぶっ飛ばされるやん、俺強えから。じゃあ同じように電車にぶつかった時どうなるか一番わかんじゃねえのか。は8両編成の電車は重さ約200トン、ボディは鋼鉄。そんなバケモンみてえなやつが100キロ以上のスピードでぶつかってくる、どうなると思う。そうだろ、さっきお前らがやってたことは命を懸けられるほどのことか。ちげえな。違います。電車は便利なものだけど、ルールを破ったら簡単に人の命を奪ってしまう兵器になる。この先未来しかない。お兄ちゃんたちがこんなところで命を無駄にするんじゃない。はい、お前たち。すいません。させ、無事でよかった。生きててよかったな。力士2000人が鉄の鎧をつけて100キロ以上のスピードでぶつかってくる、どうなると思う。